自分で作ろう DIY アイデアチャンネルへようこそ。皆さんこんにちは。今日はこちらにねあるピンクが可愛らしいスヌードを作ってみたいと思います。はい、こちらはね大きく見えますけれども毛糸一玉でできております。はい、で、かぎ針は6ミリのかぎ針を使っております。で、毛糸なんですけれども、使ったのはこちらです。ポリーハグスのクラウドというね、タイプの毛糸です。とてもね、柔らかくて、本当にね、触り心地の良い毛糸です。で、ちょっとね、見てみると、こんな風に一色ではなくて、何色かの色がね、組み合わさってできている毛糸のようなんですけれども、100グラムに300メートルあります。はい。とってもね、軽くて気持ちいい毛糸ですね。さあ、中心から先端を探していきましょう。どこかな？でも本当にね、色が綺麗ですよね。ピンクで統一されていて、ちょっとバレンタインはもう時期終わっちゃいましたけど、なんとなくね、そんなイメージですよね。最後は薄い桜色になっていくようです。さあ、先端ですけれども、ありましたね。はい、まず鎖編みから始めていきます。全部で80作りましょう。2、3、4、5、6、7。さあ、全部で80目作り目をしております。で、これをもうすでにね輪っかにしていきますので、ねじれがないように今整えております。こんな感じでね、これすごく重要なのでね、ねじれがないことを確認してから、一つ目の目に針を差し込みます。よいしょ。で、糸をですね、後ろから、よいしょ。リングにするために、引き抜いてきます。よいしょ。はい、これでリングになりましたね。では、鎖編みを、4つ作っていただいて、これが高さになります。で、糸を針に引っ掛けて、1つ目の目に2つ引き抜いて、2つ引き抜く長編みを編み込みましょう。はい。で、1つ目を開けていただいて、その次の目にまた掛け目をして、長編みを編みます。2つ引き抜いて、2つ引き抜く。鎖編み1つ。で、同じところにもう一回長編みを編み込む。はい、一つ開けて、次の目に長編み一つ。で、鎖編みを一つしてから同じ目にもう一つ長編み。はい、一つ目を開けて、その次、二つ引き抜いて二つ引き抜く。鎖編み一つ。で、二つ引き抜いて二つ引き抜く。こんな感じですね。で、これをぐるっと一周編んできたところがこちらでございます。長編みで編んでるのでね、結構もう高さが出てますよね。はい。こんな風に V の字の模様を入れていっております。さあ。で、ここですけれども、一段をね、まず終わりたいので、最後の V の字を編んだところで、最初に編んだこの高さのね、鎖編みのところをくぐらせて引き抜き編みで留めます。はい、そしたらまた4つ鎖編みをして、同じところを針をくぐらせて長編み1つ。これで1つ目の V がね、もう完成してます。はい。じゃあ2つ目の V の字は、その下の段の V の字の間をまたぐ形でくぐらせて、長編み、鎖編み、長編み。はい。で、また次の V の字のてっぺんのところをくぐらせて、長編み、鎖編み、長編みと。はい。次もですね。V の字の下の段のこの鎖編みを編んだところですね。ここをくぐらせて長編み、鎖編み、長編みと。もうね、わかりましたね。勘のいい方は、あ、オッケーオッケーと思われたかと思いますけれども、こんな風にとても早く編み上がっていきます。V の字の上に V の字を編み上げていきますね。はい。
で、V の字か V の字ね、長編みと長編みの間には鎖編みを一つ編むのを忘れないようにしてください。これちょっと忘れるとね、変になっちゃいます。ではこれをぐるっと編んでいきましょう。はい。で、これで、2段目がね、終わりましたので、また1段目と同じように、1段を閉じていきます。よいしょ。この鎖編みのところをくぐらせて、引き抜き編みで留めると。で、4つ鎖編みで始めます。これいつも同じですね。で、下の段すぐに V の字編み込んでと。はい。で、これをどんどんですね、お好きな高さになるまで編んでいきましょう。V の字の上に V の字を編んでいきます。はい。簡単ですね。テレビとか見ながらやっていただけるんじゃないでしょうか。さあ、では、編み上げたところを見ていただきたいと思います。もうね、残りこのぐらいになりましたので、ちょっとストップしていただいて、色の移り変わりがね、見てください。とっても綺麗ですね。本当に緩やかに濃い赤からね、桜色に移り変わっていきまして、このループ風にね、スヌードに編み上げたの正解でしたね。とっても綺麗だと思いませんか？はい。で、この V の字も編み上がっていくと全然ね、大きくは見えないですね。結構ギュッと締まって見えていると思います。さあ、ではこちらですね。どのように終わるか見せたいと思います。今、もうね、このガンを閉じたところなんですけれども、ここわかりますか？この一段だけが最初の鎖編みを編んだところですね。よく見るとわかります。で、ここで止めていただいて、よいしょ。大きく引き抜いておきます。で、毛糸切っていただいて、引き抜きます。はい。で、ちょっとね、キュッキュッと引っ張ってあげていただいて、で、最初と最後の糸ですね。こちらを適当に目をくぐらせて始末してあげれば、完成です。はい。で、これですね。もう本当に一つだけでね、一玉だけでできているので、途中にね、糸を足すこともないですし、とっても簡単に初心者の方でも挑戦していただける、作品だと思います。で、毛糸をですね、ちょっとこだわっていいものを使ってあげれば、模様は簡単ですけれども、とってもね、おしゃれに仕上がりますので、ちょっと毛糸こだわってみてください。はい。皆さん、この、アイディアいかがでしたでしょうか？気に入っていただけましたら、ぜひいいねをお願いいたします。そして、チャンネル登録していただけると、いつでも新しいビデオがお知らせとして上がってきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。他にもいろんなね、アイディアをアップしておりますので、一緒に編み物を楽しんでいきましょう。さあ、では次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。